かっこいい鳥たちをご紹介してきましたが、続いては可愛らしい鳥をご紹介いたしましょう。皆様、可愛らしい鳥と聞いてどんな鳥を想像しますか？インコ。さあ、続いてご紹介する鳥はインコの仲間でヨウムという種類の鳥です。オリビア。さあ、皆様の後方からひときわ小さな鳥がやってきてくれました。こちらがヨウムです。実はこのヨウムにはある変わった特技があるんです。それはこのヨウムの声にご注目ください。それではまずは皆様にこんにちはのご挨拶です。ご挨拶はこんにちはのご挨拶、よくできました。続いては自分のお名前、自己紹介もすることができます。お名前はオリビアです。よろしくお願いします。リビアと私ではなく、お客様とご一緒にお話を楽しんでいただきたいです。ではまずはオリビアとお話ししてみたい人、はい、ありがとうございます。では一番最初に手を挙げてくれた2段目に座っているピンクのジャマを着たお兄ちゃん、お願いできるかな。お席に座ったままで大丈夫です。じゃあお兄ちゃん、こんにちは。こんにちは。ありがとう。まずはお姉ちゃんの好きな食べ物聞いてもいいかな。みかん。みかん、フルーツが好きなんだね。じゃあ次はオリビアに向かってせーのって言ったら、好きな食べ物はって聞いてくれる？ OK。 ありがとう。じゃあ行ってみましょう。オリビア、果たして一体何が好きなんでしょうか。せーの。好きな食べ物はマンゴーって言いました。今ちょっと食い気味に行っちゃいましたね。ごめんね、お姉ちゃん、食い気味に行っちゃったからもう一回だけお願いできる。皆さんよく聞いていてくださいね。では行ってみましょう。せーの。ま、好きな食べ物何が好き？マンゴー。お姉ちゃん、どうもありがとう。オリビア、数ある食べ物の中からマンゴーって答えてくれましたね。では実はオリビア、こうやって人の声だけではなく動物の鳴き真似もできるようになりました。なので鳴き真似してほしい動物、何でも構いません。何かリクエストが欲しいです。では協力してくれるお客様、はい、ありがとうございます。じゃあ決めました。今一番目に座っているカラフルな鳥と来たお兄ちゃん、お願いできるかな。お願いします。お席に座ったままで大丈夫です。ではお兄ちゃん、こんにちは。こんにちは。何の動物の鳴き真似してほしいかな。ライオン。ライオン、ガオーってかっこよく鳴きますよね。じゃあオリビア行ってみよう。ライオンね。オリビア、ライオン。ライオン。他何かある？ラビット。ラビット、ウサギさんだね。オリビア、ウサギさんちょっと難しいけどいけるかな。オリビア、ウサギ。マンゴーじゃない。じゃあマンゴーって答えちゃった。他ニャニかニャイかニャ。猫。猫、ありがとうございます。では猫のモノマネで行ってみましょう。じゃあ次はお兄ちゃん、せーのって言ったらオリビアに向かって元気よく猫はって聞いてくれる？オッケー、じゃあ行ってみましょう。せーの。猫はニャオ。ニャオ、綺麗に鳴くことができました。お兄ちゃん、どうもありがとう。一つ目、二つ目クリア。続いてがラストの質問です。オリビア、政治にもとても詳しくて、今の総理大臣の名前答えることができます。なので今の総理大臣聞いてくれるお客様、大人の方でも構いません。それでは協力してくれるお客様、はい。あー、それでは今の総理大臣知ってるお客様、はい。ありがとうございます。ではじゃあ決めました。じゃあ一番前に座っている今度ベストを着たお姉さん、お願いできますか。お姉さん、こんにちは。こんにちは。まずは今の総理大臣の名前をお答えください。安倍晋三。安倍晋三さん、バッチリ大正解です。では次はオリビアに向かってせーのと言ったら、今の総理大臣はって聞いてもらえますか。ありがとうございます。では行ってみましょう。オリビアが安倍さんと答えられたら成功です。
せーの。今の総理大臣はマンゴーではない。ごめんなさい、でもマンゴーって答えちゃいましたね。マンゴー総理大臣はちょっと私も聞いたことがありません。ちょっと今は遅かったみたいなので、今の総理大臣はくらいにバシッと決めてもらいます。ありがとうございます。次はきっと成功してくれると思います。せーの。今の総理大臣は安倍さんと。見事答えることができました。お姉さんどうもありがとうございます。なんとかちゃんと安倍さんと答えることができました。おしゃべり頑張ってくれたオリビアの出番もここで終了です。最後は皆さんにバイバイ。バイバイ。なんと挨拶です。それでは可愛らしいパフォーマンスを披露してくれました。業務オリビアの出番はここで終了です。リフがちょっと帰るところを間違ってしまった。それではご紹介いたしました、業務オリビアでした。すっかり和んでしまいましたね。続いては美しい鳥をご紹介いたしましょう。スイリー。さあ、それでは皆さん正面林の上をご覧ください。一羽の鳥がこちらへと楽しそうにやってきてくれました。近づくにつれて色鮮やかさがお分かりいただけるでしょうか。それではご紹介いたしましょう。あちらは大型のインコの仲間でルリコンゴインコといって名前はスイーニーと言います。まずはこのスイーニーの体の色にご注目ください。とても鮮やかな色をしていますよね。スイーニーが日本の自然の中を飛び回ると非常によく目立ちますが、本来生息するジャングルにはこの色にも負けないぐらいのお花、そして果物がたくさんありますので、この鮮やかな体の色も自分の身を隠してしまう保護色となるんです。さあ、今オリビアがこちらへと帰ってきてくれましたが、でスイーニーにもこちらへとやってきてもらいましょう。こんな色が保護色になる場所があるなんて、地球って本当に美しいところなんだなと改めて感じることができますよね。さて、現在私たちが暮らすこの地球上には約9000種類の鳥たちが生息しています。さあ、またオリビアがどこかへ行ってしまいましたね。オリビアの今また独壇場になってしまっています。さあ、それではお兄さんの元へ戻ってもらって、オリビアのここでオリビアは退場です。皆様オリビアにおいしなお気をお願いいたします。それでは皆様、続いてはスイーニーにご注目。